my performance。 That's my original performance。 そうでもね、そうでもね、ドラムの人がよくあのバトンみたいにくるくるくるってこういう知ってる子ってこう離すんじゃなくてくるくる、あれができなくて、あ、できない、しょうがないから放り投げて飛ぶ。 my original performance。 バッ、ドキドキ失敗するね。はい、今日はありがとうございました。おめでとう。お疲れ様でした。はい、僕たちの次のライブはいつですか？7月25日。7月25日三軒茶屋グレープフルーツ。おお、久しぶりですね。うん、ね、遊び来てください。はい、出ます。出ます。はい、そしてその2日前の、23日に、はい、こちらハソグラフィティで僕は一人で出まして、はい、ね、あなたは国宝という仏像アルバムを出しますので、そう、だからわからない仏像アルバム、ね、ぜひ仏像のことだけを歌った曲をアルバムで発表します。興味がある方はぜひ。奈良の大仏はなんとかで、なんとかでいい加減に覚えろよ。興味ないから。バカ言うな、興味ない。鎌倉の大仏、はい、奈良の大仏は種類が違う、種類になってるから、種類が違うですね。それを切々と歌うっていうね。はい、でもあれですよ、僕が仏像アルバムのテーマにしてることは、うん、ラブですからね。知ってる。ラブソング。そうなの。お、そこがあなたのずるいところよ。そうですか。ね、そうですか。仏像の説明をしてるのに結局はそこにはその。ね、男女の愛とか親子の愛とかを、ね、はい、よくお気づきで入れてるのね。ずるいわ、ね、セクシー先生よね。セクシー先生。ぜひあの興味がある方がいらっしゃってください。はい、遊びに来てください。はい、そして、9月の17日、水曜日ですね、はい、今年も、セルフィコワンマンライブをやりますので、はい、ここ赤坂グラフィティで、はい、9月17日セルフィコワンマンライブです。ぜひ遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください、ね、Thank you。はい、それでは今日は最後の曲になりますか。はい、最後ぐらいね、あの最後ぐらいって言ったらお時間しんみり終わるかなと思うんですが、うん、まあ見ての通り、いい年こいてますけど、うん、ね、このいい年こいてる感覚で、はい、ちょっとこの曲ができた時に、うん、あのちょっとまだ捨てたもんじゃないな、捨てたもんじゃない思った。そうね、ありがとうございます。どう、今日はありがとうございました。まなく
な。Thank you for the harmonies. Thank you for the harmonies.